せーの、何色が出るかな。わか。だから俺も将来の夢は日本中や世界中をね。皆さんこんにちは、アルタンチャンネルナイトです。ウィン、テックキャンプさんとのコラボです。イエイ。テックキャンプさんにキャンピングカーを借りていただきました。見てください、こちらです。ダダーン。ただのキャンピングカーではございません。なんとマイクロバスを改造した超巨大キャンピングカーです。今まで僕は、通常のキャンピングカー、そしてね軽キャンピングカーっていうのやってきたんですよ。で今回はさらに巨大な超巨大キャンピングカーで24時間生活したいと思います。今までの長さも大きいし、部屋の中もねかなり豪華な感じになってます。ぜひ皆さん最後までお楽しみください。そしてですね、今回このキャンピングカーを借りていただいたテックキャンプさんっていうのは600時間の、時間を使ってカリキュラムが作られていて、即戦力の人材を作る学校なんですよね。教室学習なんでその場でも質問し放題、専属トレーナーがマンツーマンでモチベーションをサポートしてくれっていう、さらに転職成功率が 99%、 もし転職できなかったら全額返金という、そういうね作りになってます。テックキャンプとキャンピングカーがキャンプが被ってるので、今回この企画が実現しました。早速24時間生活スタートしていきたいと思います。そして副音声解説は渋谷ジャパンくん。はい、渋谷ジャパンです。僕もいろいろ突っ込んでいきたいと思います。応援します、頑張ってください。はい、ということで2人で24時間過ごしていきたいと思います。それではスタートです。最後まで見てね。さあ、それでは早速中の方を見ていきたいと思います。それではいきますよ。チチンプイのプイ、あいしょー。おお、内装がウッディな感じだね。あ、おしゃれ。すごい、なんか内藤の部屋みたい。そして真ん中にはこちら、ダダン。今回の重要アイテム、ルーレットがございます。今回の縛りはですね、食事のたびにこのルーレットを回します。出た色の食材しか買えません。それだけで料理を作って一品食べていきたいと思っております。で、見てください、この中もうさ、家だよね。ちょっとしたさ、家になってるよ、もう中が、おしゃれ。この今までのキャンピングカーよりおしゃれ。おしゃれ。見て、このライトの感じとかもおしゃれですよね。ということで詳しく見ていきましょう。見て、やっぱりバスだからすごい。これちょっと憧れのね、バスの運転席。今回もちろん僕は運転しません。ここから一歩も動きません。いや、動けません、運転できないので。バスの運転席でかいね、スペースが。ちょっと気分だけ味わおう。ザ・バスだな。景色がね、すごい開けてますね。普通の車よりもやっぱ座高っていうか車高が高いんで、かなりね開けてる感じで、景色がねいつもと違いますね。で、ここは運転席で、部屋の方に進んでいきましょう。よいしょって、よいしょって、よいしょって。はい、そしてここがねテーブル席、で、ここは後ほどベッドになります。おしゃれ。紹介します。ここはキッチンですね。おしゃれじゃない？だって普通のさ、なんかマンションのさ、もうキッチンと変わりないよ。で、しかもスペースもめっちゃ広い。今までと比べても全然広いですね。で、ここでガスコンロとかついてるんで調理とかしてきます。だからかなりキッチンスペース広いんで、いろんな料理作れそうですね。今回なんかちょっとこだわって料理したいですね。俺の料理の腕が鳴るぜ。やかましい。こちらに冷蔵庫なんか入ってるのかな。あ、何も入ってない。いいね、もう普通にここで生活できるよ、こんだけおしゃれなら。はい、冷蔵庫で、すごいのがこちらですよ。見てください、こっちにさらにソファー席があるんですよ。ソファー、テーブル、そしてねモニターも、で、上にエアコンもついてる。やばくない？この天井見てください、ログハウスみたい。これキャンピングカーとは思えないよね。ということで、ここで24時間優雅に過ごしていきたいと思います。テックキャンプさん、ありがとうございます。ダジャレでね、ダジャレで貸していただいて。なんかこれテックキャンプさんが借りてくれたやつ、まだ貸し出し始めてらしいんですよ。で、キャンピングカーとして使うのは俺が初めて。まあでもね、テックキャンプさんとかでそのプログラミングのね技術を学べば、 YouTuber と同じようにキャンピングカーの中でもね仕事ができるし、リモートワークでどこでも仕事ができるし、フリーランスで好きに稼ぐことができるっていうね。 YouTuber さんでも結構いるじゃん、今キャンピングカーでさ生活しながら情報発信してお金を稼いで生活するみたいな。俺もいつかやりたいんだよね、キャンピングカーで全国回りながら旅をして動画を作るみたいな。憧れです。ただその前に、僕は運転ができないんです。まずは免許センターに行こう。結構むずいよ、キャンピングカーの運転は。大きいから。さあ、それでは早速何色が出るか、
あのこれ紫とか出るとめっちゃ困るんだよね。紫の食材って何？さつまいもしかないみたいな。あ、青系もね。あ、でも青は魚とかか。何が出るかちょっと回していきたいと思います。それでは行きますよ。せーの。何色が出るかな？何色が出るかな？赤！赤！お、赤！赤だったら比較的に、あ、牛肉とかなんか赤身肉とか、マグロとか。赤めっちゃ良くない？ということで、お昼ご飯は赤色の食材だけで料理を作りたいと思います。それでは早速買い出しに行きましょう。にん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 、あ、今の。何今のシーン？はい、ということで、お買い物行ってきました。赤いもの買ってきましたよ。一つ目、こちら、ダダン！マグロの赤身。これはもう間違いなく赤でしょ。で、結構いいやつじゃないかな、これ。生本マグロ赤身刺身用です。こちらを一つまず買ってきました。そして続いて、こちら、ダダン！イクラ。これもね、赤ですね。イクラ大好き。そして、これだ、ダダン！赤飯。これをピンクとかなんか言う人は分かってないですよ。赤飯。俺が赤って言えば世界は赤に染まるそうだろ。赤飯は赤だ。無理があるな。時を戻そう。赤飯です。そして、味付けはですね、これ、キムチの素、トマトガーリック、スパゲティのソース。これを買ってきました。これでどんな料理ができるのか、ナッチョンワールド全開でお送りしたいと思います。普通の料理を作ってるじゃ面白くない。そうだろ。俺らしく。内藤にしか作れないオリジナル料理作って。今日いつにも増して一人だとやかましいな。まず、フライパン。これ使います。これで、このね、ソース。トマトガーリックとキムチの素をなんと合わせます。これで初めにソースを作ります。はい、まず、このソースを、このフライパンの上に入れていきます。わ、すげえ匂い。キムチの匂いがすごい。はい、まずこれを入れます。これね、鍋で薄める用なんですよ、多分。これでキムチ鍋4人前作れるからね。なので、これはそんな多くなくていいです。で、続いてトマトガーリック。な。これも入れていきます。赤ですね。たっぷり。真っ赤なソース。うぃ！うひぃ！そして、このソースの中に、このマグロを漬け込みます。なっちゃんオリジナル料理。アイディアが素晴らしいね。この中にマグロをぶっ込みます。あ、わさびが！わさびが入った。わさびは色違いますよ。うわぁ、なんだこれ。うぃ。見てください。強烈な香り。そうしたら、このマグロをね、味が漬け込んだものを、フライパンじゃなくて、まな板に移して、切っていきます。初めに切っとけよかった。手ベタベタになる。で、さらに細かく。初めに切って最後に混ぜればいいのに。はい、見てください。いい匂いがしてきた。ご飯に合いそう。細かくしてきました。やばい。で、福本がなくて。ぐちゃぐちゃ。やだ。はい、そして、お赤飯をこちらに移します。この上に乗っけてきます。マグロ。はい、そしてさらにイクラ。この上に飾り付きで、イクラをたっぷりと乗せます。見て宝石箱やよいしょ。あ、うまそう。あ、これ予想以上にいいかもしんない。はい、ということで、出来上がりました。こちら、ダダン。簡単、お赤飯マグロポキ丼でーす。ドゥルドゥ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 ー。難点は、手がぐちゅぐちゅ。ちょっと服も買ってこないと。大変なことになって。さあ、それでは、いただきたいと思います。匂いはね、めっちゃいい。それでは、いただきます。あ、おいしい。嘘。ソースが、そんなに濃くないね、味が。これ、マグロと、いくら素材本来の味が、結構ね、海鮮丼っぽくなってて、海鮮丼だよ。すごく美味しい。やっぱマグロとキムチって結構合うから、ご飯が進む。みんな口開けて。前半想像的でちょっとピリ辛なのかな。はい、渋谷くんも口開けて。はい、どっちいる？はい、美味しいですか？ということで、この後ね、編集とかしつつね、夜を待ちたいと思います。で、また夜ご飯ね、
買い出しに行きたいと思います。ラーメン。オルタナチャンネル。ということで、ね、お昼食べ終わった後は、パソコンでね、YouTube の編集ちょっと進めていきたいと思います。すごいですよね。ここだけ見たらさ、もう家じゃない。こっちの画面で見たらさ、むしろ家よりおしゃれ。住んでる人だね。キャンピングカーの中って思わないよね。でさ、こういう戸棚もさ、一つ一つおしゃれ。多分これペンキで塗ってんだよね。何か入ってるかな？ブン！うわ、びっくりした。で、このモニターも繋ごうと思えばね、パソコンの画面とかね、繋いで大きく、ね。モニターもあんの？最強じゃん。映画とか流してるとか。快適な空間ができるよね。だから俺も将来の夢は、本当にね、日本中や世界中をね、キャンピングカーに乗って旅して、でその様子を配信するとかっていうの夢なんですよね。で、やっぱり YouTuber で職業だったら、このパソコン1台あればね、パソコンとビデオカメラだけ持っていけば、もうどんなところでも、たとえ自分がね、どこにいようとも仕事ができるってのはね、結構いいところですよね。僕もこれ本当の話、テックキャンプさんからこれ仕事来た時に、このキャンピングカーでやるか、それとも俺実際にスクールに半年くらい通って、マジでプログラミングができるようになるかどうかっていう研修をやろうとしたのよ。それも結構面白いね。ガチでゼロ、俺全くできない人がやったらどれくらい上達するのかみたいな。それで月10万円稼げるのかみたいな研修やろうとしたんですよ。ただちょっとね、スケジュールとか合わなくて、それが実現できなかったんですよ。でも、俺的にはガチで結構挑戦するのが好きだから、それいつかやりたいなと思ってて、プログラミング、それをゼロからね、まあ、テックキャンプさんとかね、そういうスクールに通えば、挫折せずに最後までできると思うんで、マジで10万円稼げるかどうかの記録みたいな。そういうのね、マジで面白いからやりたいと思うんですよね。エンジニアはね、多分よく足りてないとか言うから、これからの時代は重宝される人材ですよね、多分。独学とか結構難しいと思うけど、スクールに行けばね、そのマンツーマンとか、そのサポートしてくれる方とかね、たくさんいて、モチベーション管理とかもね、やってくれると思うんでね、挫折は限りなくね、減らすことはできるかと思います。僕ももしかしたらいつか通うかもしれないです。期待しててください。チャンネルはそのまま。見てください。外は真っ暗。もう夜のお時間です。早いね。編集してたらあっという間に夜になってました。ということで、夜ご飯、ルーレット回して、当てていきたいと思います。おいしょー。え、紫ないよ。さつまいもしかないよ。ちょっととりあえず紫でスーパー行ってみますね。さあ、ということで、お買い物に行ってきたいと思います。このね、外から見るね、バスがエモいんですよ。見て、結構いい感じじゃない？ワクワク感あるでしょ。ちょっと見えづらいけど。ということで、紫のものを買い出しに行ってきます。よいしょ、ただいまよいしょ、ただいまはい、買ってきましたあのな、お前たち紫はねえ紫はきついマジでねえちょっとこれはねまあちょっと濃い青とかでもいいんじゃない全然あー、まいったな見せましょうか、何を買ってきたか皆さんにいきますよ、まず一つ目じゃじゃんファンタこれ紫紫ですよ。うん。俺が紫って言えば世界は紫になる。そうだろ、渋谷ジャパン。これはもう、もう紫。シンプルに紫。はい、OK です、OK です。はい、そして、ブルーベリージャム。まあ、これはね、まあ、結構紫っぽいよね。そして、メインディッシュは、こちらです。でで、ホクホクの焼き芋。焼き芋。焼き芋。これしかないですよ、紫って。熱々です。電子レンジで温めてきました。はい、これ、ホクホク。ジャムとかつけたら絶対うまいでしょ、これ。まあ、芋だね。いや、そのまま食ってるからね。通りの芋です。せっかくフライパンとかもね、用意したのに。じゃあ、ここにちょっとブルーベリージャム乗っけてみたいと思います。その前にファンタ。めちゃくちゃ飲む。シュワシュワクラブマジで青春スカイピースとかのやつねあでもこれ絶対合うと思うこれ合うっしょ絶対合うこれ乗っけるわけですよ、はい、女子高生とかが食べてそうですむしろえ合わないかい意外と合わないあれめっちゃ合うと思ったんだけどブルーベリーの方が強すぎて芋が消えちゃうああ甘みが強いからねジャムはこれダメだそのまま食ったお前これで寂しく
お腹を満たします。というわけでおやすみタイムでーす。これをね、今からベッドに変えたいと思います。ここがね、ベッドになるんですよ。しかもね、簡単です。ちょっとやってみましょうか。まずこのテーブルをおしゃれだなー、相変わらず。で、ここの足を曲げます。すげえなー。で、机を、これ誰が作ったん。ここのね、下に引っ掛けます。それが台になるってこと。これで何に対なんて。で、そしたらここ両棚内のここを真ん中に持ってきますと。よいしょ。やめて、やめて、てめえ。うまくかかってなかった。めちゃくちゃ落ちた。いいリアクションしちゃったよ。人って思ったらデベって言うんだね。壊してはないか。今度こそは。そうだ、ちょうど真ん中目にあるんだね。はいと、はい、これでベッドの完成です。僕身長がね、185cm ね、あるんですけど。そんなないでしょ。そうです、178cm。全然そんなないよ。余裕ですね。さすがね、バスキャンピングカー。たまに180ってガチで嘘つくからな。よいしょ。ブレッバーブレッバーなんでなんでなのなんで落ちるの。またかい。おもろすぎでしょ。おもろすぎでしょ。すごいコントみたい。よしよしよし。あんまり詰めすぎるとダメだ。これくらいだったんでしょうかな。よし、大丈夫でしょう。全体重をこっちの真ん中に乗っけるのは怖い。ということで、みんなお待ちかね、世界一怖いベッドダイブです。抜けたら死ぬよ。しかしファンが待ってるんだ。俺のベッドダイブ大好きな、この画面の向こうに何十万人という人が俺のベッドダイブを待っている。ここでベッドダイブした瞬間にガタって壊れるのが一番綺麗なオチ。三段オチ綺麗な。任せてくれ。床が抜け落ちたとしても俺は必ずやる。いきます。せーの、ぴょん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 。はい、ぴょん。ちょっとビビってたな。ベッド少し硬めですね。硬いよそれは。ということで、ここでね、ゆっくりと寝たいと思います。それではまた明日、いい夢見ろよ。おやすみ。おはようございます。もうそのまま寝てた。朝です。ああ眠い。よいしょ。でもかなり快適なね、眠りが取れました。ということで、朝ごはん作って、で、それでフィニッシュですね。さあ、まずルーレット回しましょう。ルーレットとか。さあ、いきます、せーの。何が出るかな、何が出るかな、ティリティ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 リティティン。緑わあ、健康的ななんか朝食が作れそう。ということで、緑の食材、買い出しに行って、朝食作りたいと思います。はい、ということで朝食の材料買ってきました。緑ってね、ないのよ。結構苦労しました。でもそんな中でもちょっとね、朝食っぽいやつを見つけてきました。まず一つ目、メインになります。こちら、じゃん。ロメインレタス、農薬使用、洗わずにお召し上がりくださいって言うと、洗わずにこのまま食べれるんだって。ちょっと気になるよね。苦味がちょっと普通のレタスよりも違う。何もつけずに初めて食べたロメインレタス。見てください。じゃじゃん。マスカット。はい、緑。そして、こちら。じゃじゃん。リンゴの、王林ってやつかな。で、最後に、アスパラのおひたし。この4つを使って料理を作りたいと思います。はい、それでは、リンゴも入れていきます。いや、これでも入れていこう。もう皮むくのうまいんですよ。どんな自慢？なんせ親父はひろゆきだぞ。見てるかいひろゆき。俺は見てないでしょ。キャンピングカーの中で皮を剥いてるぞ。どんな報告だよ。ディ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 ーン。シャー、皮が剥けました。そしてですよ、もう簡単ですよ。このロメインレタスあるじゃん、
これに各材料を巻いていきます。何これ、どういうねって、何この料理、シソ巻いてるみたいな、アスパラも巻くっていう、絶対まずいでしょ。ほんで焼肉でいうサンチョですね。いや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 、これで緑巻いて一口で食べます。はい、完成です。朝食の緑巻き巻きご飯でーす。さあ、これ、いただきます。あんま食いたくない。これ絶対、うまいと言う。いただきます。なんで作ったんだよ、そしたら。ヤギみたい。ん？意外にうまい。まあ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 、本当に意外と悪くない。まずいもの入ってないからね。思ったよりか美味しいです。ただ毎日食べたいかって言われたら謎だけど、マスカットはないな。マスカット単品で食った方がうまい。そう、単品で食った方が絶対うまい。マスカットうまい。マスカットうまいのよ。マスカットいいや。結論、マスカット最強。オルタナチャンネルということで、これにて24時間キャンピングカー生活終了です。ありがとうございます。あっという間でしたね。でもこんだけ広い空間だったんで、すごく快適に過ごせました。どうでしたか、渋谷くん。いや、よかった。おしゃれだし、もうここに一生住んでも全然いいんじゃないかなと思います。なるほどなるほどなるほど。ということですね、今回はね、テックキャンプさんの、ご協力があってこのキャンピングカーをね借りたんですけど、テックキャンプさんは、エンジニア転職で日本最大級のね、サービスを誇る、スクールをね要する会社となっております。転職成功率は 99% っていうのはすごいですよね。ぜひね、気になった方は、概要欄に詳しい情報と URL を載せておくので、ぜひチェックしてみてください。ということで、ぜひ次回の24時間生活でお会いしましょう。それじゃあまたね、バイバイ。ということで、皆さん最後まで見てくれてありがとうございます。楽しい方、グッドボタン、そしてチャンネル登録の方ぜひお願いします。次回ね、やってほしいところ、それもね、コメントに書いてください。変わったところで24時間生活やりたいと思います。それじゃあまたね、バイ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 バーイ。